はい、皆さんこんにちは。信長の野望創造続きをプレイしていきたいと思います。まず現在の情勢ですね、簡単に見ていきましょう。まずはですね、九州を制覇した島津が毛利を侵食しつつあります。こちらですね、兵力33万、さらに四国を制覇した長宗我部、兵力13万です。そして中国ですね、やや押され気味ですけれども、毛利、そして徳川62万です。そして我らが真田が30万というところで、この島津に次いで3位、徳川島津に次いで第3位の勢力というところです。この後この津軽を食った後、いよいよ徳川と海戦という方向に向かっていくと思います。進行の指示を出しましょう。出陣するぞ。それでは参りましょうか。そろそろ対徳川戦を考慮してですね、表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。外交を強化していきましょうと思ったけどできないか。徳川にも油断させておく必要がありますからね。ご命令を報告いたします。先月の終始です。江戸城兵数2万2000とか、もう化け物ですね、ここまで来ると。川との戦の前線に、最前線に当たるようなところに関しては積極的に改修工事を入れていきましょう。
こんなとこですかね。敵将捕獲した。出陣します。敵将捕獲した。出陣するぞ。徳川包囲網を引く必要がありますからね。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告。水菜家を取り込みましたので、ここに一つ軍団を作りましょう。最前線にあたるこちらも兵力がどれくらい溜まってるか。まあなあ、ここはなあ、徳川が相当蓄えてますからね。こちらも築城したりしてですね、いろいろ考えていきたいなとは思うんですが、どこがいいかな。ここが最前線になると思うので、よしやろ。ファナミ、スヤ、まあここかな。御殿場に城を築きましょう。さらに御殿場に城を作ったので、甲府城との間にも一つ城が欲しいですね。こちらにも城を築きましょう。さらに関東を制覇するために必要なのが、どうでしょう。敵と戦うのがきっとこの辺りにもね、本来城が欲しいとこですけど、まあ囲い込んで倒していくしかないですもんね。まあ最前線になるであろうこの辺り、
各地で家康が戦ってますね。いや、もう家康はいないのか。ご命令を。先月の収支です。方はもうある程度任せておいて良さそうですね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。連合は今は組めないけど、まあ、実質徳川包囲網みたいなもんだからな。ちょっと兵力をもう一度見ておきますか。今、長宗我部と毛利が戦っていますよね。で、毛利は今、徳川と毛利と戦ってるわけですけど、まあ毛利はもう潰される運命だな。開戦するのはまだ早いですね。ということで軍団の再編成を行いましょう。ここも解散かな。新設します。まずは北陸方面軍というよりかはもうここですね。こう城を作っときましょう。実行できないと。なぜだ。労力が不足していますと。なるほど。ってことは一ターン終わらせましょうね。それでは参りましょうか。
多分城が出来上がって労力が回復すると思うんですよね。ご命令を、うん、先月の収支です。そうですね。そしたら築城します。どこに築城するといいかというと、きっとこの辺りなんだろうな。城を作りましょう。で、同時に軍団も新設します。どうしようかな。ちょっと軍団の規模としては小さいですけど、まあいいでしょう。ちょっと地味ですけど、ここはねしっかりやっていかなきゃいけないところなのでやっていきます。武将がいっぱいいるようなところなんてないんだろうな、きっと。まあでもしょうがないですね。こんなもんでなんとかやり過ごすしかないですね。
どうなってんだここは。もう蹴りがついても良さそうなもんですけどね。出陣します。続きなさい。表情を始めます。報告いたします。まだ回戦するには早いですね。もうさっさと始めろよ。僕自身もそういう気持ちなんですけど、今戦いを始めても勝てる気がしない。ちょっとサボるために、一旦軍団を作って、彼らに全てを任せましょう。表情を始めます。報告いたします。それでは参りましょうか。表情を始めます。先月の終始です。我が策、戦場を制す。我が戦、お見せしましょう。ん？従属させたか。表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。さて、そしたらですね、いよいよ敵がいなくなりましたので、
1622年1月1日開戦します。ご命令を。先月の終始です。ご命令を。先月の終始です。ご命令を。先月の終始です。行商を始めます。先月の終始です。ご命令を。報告いたす。報告いたす。行商を始めます。先月の終始です。行商を始めます。先月の終始。さあこの次の、2022年、いよいよ徳川と手切れをして、先端を開いていきたいと思いますが、ここで一旦長くなってきましたので、終了させていただきたいと思います。